奈良日米協会は、日本の奈良県に本部を置く、日米の交流促進に携わる、非営利組織。2016年4月に創設された。日本では31番目の日米協会となる。毎日新聞2019年2月17日。ケリー米国総領事、友好活動を支援奈良は、平城京が置かれていた奈良時代には、シルクロードの終着点として、 国際色豊かな文化が花開き、国宝建造物は日本最多である。日本において世界遺産を数多く有する文化都市でもある。また、日本の酒、炭、筆等の発祥の地であり、酒造、製薬、そうめん等の水を原料とする製造業の生産地にもなっている。その奈良から日本文化をアメリカに向けて紹介し、かつ、 アメリカ文化を学び相互理解を推し進めるために、青少年の交換プログラムや芸術、文化、スポーツ等の交流を通して、国際理解や友好精神を推進し、ことならにふさわしい国際交流によって、世界の平和に貢献することを目的として、設立された。2016年4月20日に、奈良市内で、発足会が開催された。会員間のみならず両国の教育、 文化、スポーツ、持続可能な開発目標への取り組み、青少年の健全育成を背景に下における、アメリカとの青少年相互交換を行う。ありがとうございます。